今日はですね、ちょっとボクシングのお話をしてみようかなと思いますけれども、まあ、今週のね、土日月、まあ、この3連休でですね、世界戦が目白押しということでですね、まあ、1戦ずつね、ちょっと戦前予想をね、してみようかなと思います。まず、10月12日土曜日、愛知県国際展示場でですね、IBF ライトフライ級タイトルマッチがあります。シベナティ・ノンシンガ対、矢吹正道ということでですね、まあ、ノンシンガ選手がチャンピオンで、矢吹選手が、現在、IBF のライトフライ級2位ということで、挑戦、まあ、王座返り咲きですよね。ケンシロウ選手に1回勝ってね、世界タイトル取って、まあ、ただ、ダイレクトリマッチで敗れて王座陥落ということで、でそこからね、まあ、ちょっといろいろ怪我とかもありましたよね、矢吹さんね、怪我とかもあったんですけれども、そこからですね、まあ、着実に、勝ちを重ねていって、まあ、今回ついにチャンスをつかんだということになりますけれども、まあ、チャンピオンの、戦績としては、14戦13勝1敗10 KO ということで、かなりですね、まあ、強敵ですね。まあ、25歳のまだまだ若い選手、南アフリカ人の選手ですけれども、まあ、ちなみにこの1敗はですね、IBF ライトフライ級タイトルマッチでエイドリアン・クリエル選手に、2ラウンド KO 負けと、いうことですけれども、ただ、まあ、その後、まあ、ダイレクトリマッチなのかな、これ。まあ、そのクリエル選手に逆に10ラウンドで、テクニカルノックアウトで勝って、王座を奪い返している選手なんで、まあ、だから実質負けた選手はいないっていうような感じですかね。負けた選手にもちゃんと、リマッチして勝ってる選手なんで、まあ、実質負けている選手はいないという、まあ、強敵なんじゃないかなと思いますね。で、矢吹正道選手の戦績ですけれども、通算戦績20戦16勝4敗15 KO ということで、こちらも KO 率かなり高いですね。16勝のうち15 KO ということで、現在 IBF のライトフライ級2位ということになってますね。去年の1月に IBF のライトフライ級の次期挑戦者決定戦に勝ったんですけど、まあ、そこからね、まあ、怪我とかもあったりして、まあ、試合が、まあ、なかなか組めなかったりってことで、今年の3月にね、まあ、再起戦というか、まあ、怪我明けの試合を行って、まあ、しっかりと勝ってということで、まあ、ケンシロウ選手にね、負けた後でもですね、まあ、タノンサクシムシってね、強敵をね、余裕でってことでもないですけど、7ラウンド KO 勝ちしてますし、まあ、非常にもう強い選手ですよね。元日本ライトフライ級チャンピオンと。いうことになってますけれども。で、この選手ほんとね、もう過去の試合こう見てて、やっぱ敗れた試合、もう全員強敵なんですよね。まず全日本新人王のフライ級決勝戦、中谷選手に、まあ、新人王のね、決勝戦で敗れていたり、あとは現在のね、フライ級の世界チャンピオンですけど、ユーリ・アクイセイゴ選手に8回戦で、戦って敗れていたり、あとこのダニエル・マテオンって選手にもね、2対1の判定で敗れてるんですけど、まあ、この選手はですね、まあ、元ライトフライ級の世界暫定チャンピオンということで、まあ、敗れてはいるものの全て強敵ということで、まあ、ただ、まあ、今回どうなるか、まあ、ここ最近ね、もう3連勝ということで勢いも乗ってるんでね、どうなるかって感じですけど、やっぱね、まあ、期待も込めてやっぱ矢吹選手に勝ってほしいですね。で、その後ね、また、今度というかこの後お話ししますけれども、まあ、岩田翔吉選手とね、なんかベルト統一戦なんかやってほしいなと思いますね。日本チャンピオン、矢吹さんがなんか日本チャンピオンの時にね、まあ、岩田選手がなんか X 上でなんかあだこうだありましたけれども、なんかその因縁がちょっと私の中ではまだあるんで、まあ矢吹選手が世界チャンピオンになって、で岩田選手も世界チャンピオンになって、ここでベルトのね統一戦をなんか個人的にはやってほしいなーっていう風に思いますね。そして10月13日 Amazon プライムですね、メインイベントが井上拓磨選手対角誠也選手で、そのセミファイナルが寺地健志郎対クリストファー・ロサレスで、そのセミでユーリ・アクイセイゴー対タナンチャイ・チャルンパックで、そのセミで岩田翔吉対ハイロ・ノリエガと、いうことで、まだこの世界4戦がこの試合日曜日組まれてるのか、すごいですね。まあ、セミのこの岩田翔吉選手の試合からやっていきましょうか。WBO 世界ライトフライ級王座決定戦ですね。で、岩田翔吉選手が WBO ライトフライ級1位。で、ハイロ・ノリエガって選手、このスペイン人の選手ですね。この選手が、ライトフライ級、WBO ライトフライ級2位ということになってますけど、まあ、普通になんか岩田翔吉選手が勝つ気がしますね。これはね、岩田選手の戦績が14戦13勝1敗10 KO と。いうことになってますね。この選手本当アマチュアの時からね、早稲田大学でね、非常に強かった選手ですけれども、一回世界挑戦してるんですよね。ただジョナサン・ゴンサレス選手挑戦してるんですけども、この選手がね、ライトフライ級からフライ級に上げるということで、王座が空位になって、まあ、今回チャンスが回ってきたと
ということで、でハイロノリエガ選手は、14戦14勝3 KO ということで、まあ、全勝してるんですけれども、まあ、比較的、まあ、KO 率の低い選手ですね。まあ、なんで、まあ、岩田選手のチャンスはあるんじゃないかなと思いますね。まあ、これね、やっぱ岩田選手に勝ってほしいですね。矢吹選手が勝って、岩田選手が勝って、IBF と WBO の王座統一戦。これはちょっと私はすごい期待してますね。じゃ続いて WBA フライ級タイトルマッチですね。世界チャンピオンが有利悪意成功ですけれども、まあ、こちらの、これ何回目の防衛戦なのかな ?2 回目の防衛戦ですね。通算戦績23戦20勝2敗1分け11 KO ということで、まあ、2敗してるんですけど、これもね、中谷潤人選手に敗れてるんですね。有利悪意成功選手は中谷潤人選手ともやってると。いうことで、まあ、ここね、面白いですよね。中谷潤と、有利悪意成功、矢吹正道と、この3人でね、三つどもえの戦いをやってたわけなんですけれども、まあ、ただその、有利悪意、逆に言えば、中谷潤と選手が有利悪意成功にも勝ってるし、矢吹選手にも勝ってるということで。で、それ以外にも、ジェイセバ・アブシードっていう選手に、なんか敗れてますね。まあ、そっからもう連戦連勝で、ここまで、築き上げたということで、対する対戦相手のですね、タナンチャイ・チャルンパック選手。この選手はですね、現在 WBO アジアパシフィックのフライ級チャンピオンということで、WBO のアジアパシフィックチャンピオンが、愛知県のね、畑中ジムの、畑中選手、畑中健人選手、まあ、要は会長、畑中会長の息子さんですよね、がチャンピオンになってたんですけど、まあ、判定でね、2対0で、8月ですね、今年の8月に、このタナンチャイ・チャルンパック選手が勝ったということで、まあ、それでなんか一気に評価が上がって、今回この有利悪意成功戦につなげたということで、現在 WBA のフライ級は8位になっておりますけれども、有利悪意選手のもうなんか敵ではないと思いますね。やっぱあのプレスのかけ方はね、本当にすごい上手いと思いますね。上手だなと思います。もうすごい、うん、あのね、硬いボクシングでね、グイ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 こうパンチ出してないのに、あそこまで相手をこうプレッシャーかけて下がらせるっていう、あれはね、本当にもうすごい有利悪意選手の、まあ、得意なパターンだなと思いますけど、うん、まあこれはまあそうですね、有利悪意選手は勝つと思いますね。これは普通に、まあうまくいけば KO 勝ちできるんじゃないかなと思いますね。パンチあるんでね、本当に悪意選手ね。で、続きまして WBC 世界フライ級王座決定戦ということで、 WBC のフライ級、第1位が寺地健志郎で、2位が、クリストファー・ロサレスということで、王座決定戦を、行いますよということですね。まあ、クリストファー・ロサレス選手の方は、元フライ級チャンピオンかな、比嘉大吾選手に勝ったのか、あの比嘉大吾選手が軽量オーバーしたあの世界戦あったじゃないですか、あれの挑戦者がロファー・ロサレス選手で、それでその時にまあフライ級取ったっていう感じですよね。クリストファー・ロサレス選手の戦績は43戦37勝6敗22 KO ということで、かなり試合してますね。30歳で私と同い年なんですけど、この選手43戦してますね。ニカラグアの選手、アマチュアの戦績も117戦108勝9敗ということで、いやーすごいですね。この選手ね、いまいちよくわかんないんだけど、だけど段のある選手バシバシ倒してるんでね、これちょっとケンシロウ選手結構まあ、強敵になるんじゃないかなと思いますね。ケンシロウ選手はね、ずっとライトフライ級で戦ってたんですけれども、今回まあフライ級に上げるということで、多分そこの階級の壁みたいなのもね、多少なりともあると思うんで、ちょっとその辺がどうなのかって感じですよね。で、寺地ケンシロウ選手は、戦績としては24戦23勝1敗と、14KO ということになってますけれども、まあこちらの選手もアマチュアのかなり戦績がありますけれどもね、まあ下馬評で言ったら多分ケンシロウ選手が勝つんじゃないかなっていうのはあるんですけど、まあなんて言ったってね、WBA と WBC のライトフライ級チャンピオンですから、なんつうのかな、左、厄介な左ですよね、ケンシロウ選手。あの左は本当にね、脱力した、ポンポンポンって、なんかね、ボールを投げるかのようにね、ポンポン打ってくるあの左がね、すごい上手だなと思いますけれども、どうだろうね。まあでもやっぱ、ケンシロウ選手は勝つ気がしますね。ちゃんとね、対応してくると思いますね、この階級にね。そして、日曜日のメインイベント、井上拓磨対堤誠也ということで、まあ井上拓磨選手のこれ、まあ、戦績を見てみると、21戦20勝1敗高 KO ということで、まあ、KO 率低いんですけど、最近はね、KO で倒す試合も出てきてるんでね、面白くなってきてますけれども、ただね、やっぱね、なんといっても、この井上拓磨選手の対日本人選手に対するこの強さ半端ないから、私はこれも井上拓磨勝つんじゃないかなと思いますね、普通に。普通に判定勝ちまで行くと思いますね。まあ、先日ね、試合した石田翔選手ですけれども、石田翔選手は元日本チャンピオンですし、そこからですね、まあ、対日本人で言うと、まあ、古橋選手ね、古橋選手は日本チャンピオンでやってますし、この選手に判定勝ちしてますし、わけしんご選手ね、この選手も日本チャンピオンだったり、プロチャンピオン取ってますけど、まあ普通に判定勝ちしてますし、あと栗原啓太選手にも普通に判定勝ちしてますね。これ東洋チャンピオンですけれども、普通に判定勝ちしてるし、
通にこの、まあ、プロデビュー戦でね、この福原達也選手っていうのと戦ってますけど、この選手元世界チャンピオンですからね。だからもう本当にもうデビュー戦でいきなり元世界チャンピオン倒してますから、あとこの選手ともやってますね。この久高博之選手ともやってますね。まあ久高選手も元スーパーフライ級の、日本チャンピオンなんで、だからこの対日本人のこの強さ半端ないんですよ、井上拓真選手。これもそうですね。増田健太郎って選手にも、勝ってますけど、増田健太郎選手も元日本チャンピオンと、いうことで、もうすごいね、日本人キラー。日本人キラーだと思いますね。で、堤誠也選手は、まあ、元日本チャンピオンということで、多分ね、これ井上拓真選手はもう普通に勝つんじゃないかなと思いますね。多分ちょっとレベルが若干、違うんじゃないかなと思いますけれども、まあ、対する、まあ、堤誠也選手ですけれども、現在 WBA のバンタム級2位ということで、まあ、元日本チャンピオンですね。通算戦績13戦11勝2分け8 KO ということで、まあ、スイッチボクサーですね。まあ、かなり、強率が高い選手になりますね。そしてなんといってもですね、去年の年末かな、モンスタートーナメント、バンタム級、日本バンタム級のモンスタートーナメントで優勝してますし、その決勝戦でね、穴口和樹選手とね、まあ、死闘を、繰り広げまして、まあ、最終的にね、穴口選手は、で、まあ、回答手術したんですけれども、結局その後ね、目を覚ますことはなく、そのままね、亡くなってしまったんですけれども、まあ、リング下ですね、まあ、国内試合での年間最高試合ということで、まあ、そういう試合にも選ばれた試合ですけれども、多分そういうのもあって、多分、まあ、大橋ジムの、まあ、井上拓真選手が、まあ、多分やるっていう、多分そういう流れになったんじゃないかなっていうふうに、まあ、個人的にはそういう流れでなったんじゃないかなって思いますね。やっぱりね、モンスタートーナメントで、ね、優勝して、それで年間最高試合も取って、それでね、やっぱ世界タイトルやらんわけにはいかんでしょ。それで多分井上拓真選手と、まあ、ぶつけたというような感じじゃないかなと思いますけど、なんかね、いや、これも普通に井上拓真選手が判定勝ちの予想ですね。私の予想はそういう予想です。そして10月14日。月曜日、祝日ですけれども、これも Amazon プライム。メインイベントが中谷潤と対、ペッチソーチットパッタナっていう選手。これね、確か井上拓真選手と戦ってますけれども、まあこの選手と、試合をすると。で、セミファイナルが、WBO アジアパシフィックバンタム級王座決定戦10回戦。那須川天心対ジェルウィン・アシロという選手ですけれども、まあこれはね、世界戦じゃないんでさらっと話しますけど、まあ天心選手が普通に勝つと思います。まあ天心選手はもうこれね、多分世界取るっすよ。これは強いっすわ、この選手は。まあアンチはね、天心アンチたくさんいるけど、もう天心は取るよ、これ。世界は取る。ただ何本取るかですよね、ベルトを。で、何階級制覇できるか。最終的に井上尚弥まで到達できるか。多分そこがもう、なんだろう、最大の課題なんじゃないかなと思いますね。もう世界のベルトは取る。もう最低でも必ず取ると思います。そしてセミ、WBO 世界スーパーフライ級タイトルマッチということで、田中康生選手対、プメレレカフ選手ですけれども、まあ田中康生選手はね、前回の試合の時にね、対戦相手が軽量オーバーでね、試合やめてっていうことで、まあちょっとね、フラストレーションもあると思いますけれども、まあ今回、まあしっかり、まあこのカフ選手がね、ちゃんと体重作ってきてほしいですね。もうなんかそれはすごい祈ってます。そして、WBO 世界フライ級タイトルマッチ、アンソニー・オラスクアが対ジョナサン・ゴンサレスということで、まあジョナサン・ゴンサレスは元 WBO ライトフライ級チャンピオン。で、オラスクアが、まあ、カノーリク選手に勝って WBO フライ級チャンピオンになって、まあ今回初防衛戦になるのかな、いうことですけれども、このまあオラスクア選手はね、結構人気ですよね。ほんと、ケンシロウ選手との試合で、なんですかね、その抜擢されて、そこからね、かなり人気が出た選手ですよね。まあ、ファイターですね、非常に強い選手ですけれども、まあそれと、まあジョナサン・ゴンサレスということで、ジョナサン・ゴンサレス選手がね、どんな選手かわかんないんですけど、これはちょっとまあ、私はなんかオラスクアが応援したいですね。私結構あの、好戦的なファイター好きですね。そして、WBO フライ級の、まあ、この試合、どっちが勝つか。まあ、田中康生選手の戦績が21戦20勝1敗、11 KO ということで、この1敗は井上、じゃなくて、井岡選手の、1敗ですけれども、まあ、これはね、普通に田中康生選手は勝つ気がしますね。プレレカフ選手は WBO スーパーフライ級6位、通算戦績13戦10勝3分け8 KO という KO 率がかなり高い選手ですね。まあ、ただちょっといまいちどんな選手なのか全然わかんないですけど、まあスーパーフライ級6位ということもあって、これはね、どうだろうね、田中康生選手が勝ちそうな気がするけど、最近この南アフリカのなんか選手って多いですね。ボクシング盛んなのかな。そしてメインイベント中谷潤対ペッチソーチットパッタナって選手ですけれども、中谷潤選手は28戦28勝21 KO と、26歳で28戦もやっとるんですね。そしてペッチソーチットパッタナ選手は WBC のバンタム級1位と
ということで、井上拓磨選手とね、WBC 世界バンタム級暫定王座決定戦で、戦ってますけど、敗れてますね。この選手ね、めちゃめちゃ戦績あるんですよ。30歳なんですけど、なんと77戦76勝1敗ということで、その1敗が井上拓磨。で、76勝のうち53 KO ということで、もうね、やばいね。これやばいっしょ、これ。もう絶対俺こんな試合したらさ、パンチドロンカーになると思うわ。しかもこれ30歳だよ、この人。77戦76勝1敗53KO。まあ、多分ね、高谷選、多分この、どうだろう、これ。うわ、なんかこの戦績見たらさ、なんか怖くなってきましたね。ああ、なるほどね。井上拓磨戦に敗れて以降28連勝と、いうことですけれども。おぉ、すごいね、これね。まあ、でも多分、中谷選手が、もう普通に倒す気がしますけどね。だけどこの戦績多分ね、KO はもしかしたらないかもしれないですね。これだけ試合してるとね、多分読みっていうのが出てくると思うんで、KO はなかなか難しいかもしれないですけど、判定勝ちで中谷選手の勝利予想にしますね。まあということで、まあ今回ね、この3連休でもうめちゃめちゃ世界戦、目白押しですのでね、私はもう Amazon プライムにもう張り付いて試合を見ようかなというふうに思います。ということで本日は以上になります。またボクシング話もしていこうと思いますけれども、よろしくお願いします。それじゃあ、バイバイ。